ないかね。おっしゃ、これで。え、何今の。え、待って待って、完全に縦軸今合ってたじゃん今。はい、どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。シカちゃんです。シカちゃん視点です。初めてだね、シカちゃんの動画ね。まあでもつってもまあ今ちょっと自分に一番合ったハンターというか、まあハンターの紹介動画をね、何のハンターが一番強いんだろうっていうのをちょっと自分なりにね、ちょっと調べるために全部のハンター使えないとあかんなということで、重い腰を上げてシカちゃん使ってるんだけど、これ隠れてんだこれ。バレてんぞと。まあやっぱ最初のこの存在感をどれだけ早く貯めるかっていうところだから、シカちゃんとかになってくるとね、ああやって最初のうちに殴れるのはすごいありがたいね、こっちとしてもね。医師か殴ったの。シカちゃんはね、本当に、あそこやってんのか。なるほど。じゃあ、治療もしてんねん。医師をまず寝かすか。で、存在感をレベル2にしましょう。ここのポジション穴開いてないね、どこもね。じゃあそんな逃げるの強くないから。ほい、オッケー、存在感レベル1と。まあそんで、まあ、シカちゃん避けてたのはちょっと理由があって、最初の頃にシカちゃんをちょっとやってみようかなと思ったんだけど、シカちゃんの一番の特徴のこのフックが当てるのすごい難しいんだよね、本当に。やっぱさ、スマホのゲームだからさ、なんつうのかな、まあ、手汗とか書くじゃん、変な話。絶対、あ、これはフック倒すから、オッケー、板倒すの読んで、殴りますと。だから引っかかってたね今ね。まああれで泥棒も俺が使ってくるの読んでたら、あえて板を倒さないでそのままスッて抜けるっていう、まああそこは読み合いだね。じゃあ泥棒持ってきますか。油とかさ、手のどうしても出るじゃん、だってちょっと汚いかな。ごめんね。手の油だったり汗だったり絶対長時間やってると出るから、やっぱそのね、なんか手汗一つで結構ね、画面の滑りとか変わってくるからさ、すごい。なんかタブレットとかでかい画面でやると、人差し指で視点を切り替えて、親指で攻撃ボタンとかチェーンボタンとかタップするみたいなやり方でやるとさ、まあそれはできるのかもしれないけど、 iPhone X だからちょっとね、難しいんだよね、シカちゃんとか。で、あとなんかシカちゃんのあのフックの、あ、おい縦軸は合ってんのに、投げた後なんかちょっと違う、なんだろうな、ちょっとち、狙い定めたところと違う方向に行くみたいなシーンもあって、ちょっと動画残ってるかわかんないけど、後で乗っけられたら乗っけるね、そのシーン。ないか。おっしゃ、これで。え、何今の。え、待って待って、完全に縦軸今合ってたじゃん今。何が起きたの。板を右から左に倒して、それでちょっと軌道が逸れたわけないやろが、本当に。何や今の。何ほんと信用できんだこのキャラクター。で、それ以来鹿が信じられなくなる。あ相手の素通りっていうね、うん、赤い線意味わかんないことになってたろうな今。多分石の裏から回ってくるみたいな赤い線してただろうな今ね。もう俺も石の裏から回ろうと思ったんだけど、実際にちょっと引っかかったからもういいやと思って。逆にそれがフェイントになってくれたね。あ、ちょっと待って、最悪だもん。あそこの椅子が黄色かったから椅子に飛ぼうとしたのに、全然前に救助されてたわ、気がつかなかった。なんか救助されてる音さ、このゲームもうちょっと分かりやすくしてほしいよな。なんかそれこそ救助されましたみたいなアナウンスで教えてほしいんだけど、ちょっと分かりづらいよな救助の音が。あ、いいね、これは狙っちゃうよ、ここ。狙っちゃうよここ、あれ見ました、皆さん今。ああいうのよくあるよな本当に。今なんか自分でも線合ってなかったなって思うんだけど、なぜか線合わした方向と投げる方向がちょっと違うっていう。どうなんだろうねこの鹿、なんか結構ガバくない、いろいろガバガバじゃないこのキャラ。よいしょ、あれあれ待って、これ落下しながら殴ると着地硬直もしかしてキャンセルされる説ある。あれなんかそんな感じしたけどな今。え、どうなんだろう、着地硬直がなくなるというよりは武器の振った硬直に変わったみたいな感覚だったけど。あ
あれ早くない？なんか移動できるの。もうちょっと上から振れば。あーどうなんだろう、なんか難しいな。ちょっと今度検証してみよう。やべえ、こんなことしてたら暗号機直されちゃう。気持ち早いように感じたけど、錯覚かな、錯覚かもしれない。やばい、ここの暗号機もついちゃうな。ここやってたか。なんだろう、9割止めかな。で最後に一気につけてくパターンかな。あやべ、あーこういうところで慣れてないの出るよな。もうまあさっきここ穴開いてなかったからさ、まあ穴開いてるって分かったらもうちょっと早く反応できたんだけど、今のとこ絶対フックで釣れたね。もったいねえ、マジもったいねえ。一撃でダウンできたのに。レベル2だから今。あと泥棒2人か。あれ倒さないのこれ。あこっちか、なるほどね。あれスカッスカッてスカッタスカッタ、どこだこれ。あーなるほどね、これはこっちから行くと見せかけて、あオッケーオッケー、引っかかってた。いやこれ倒すよな、オッケー、終わるか。板壊し高速化のスキルちょっと欲しいなと思う場面多々あるんだけど、まあでも同じぐらいフックでね、板の読み合いが強いから。チカちゃんはもうちょっと俺がフック上手くなったら多分いらないんだろうな。おい絶対当たってなかった今。そんな右上に判定出るんだね。いらないだろその右上の判定、いつ使うんだよその右上の判定。本当に余計なとこに判定ついてるな。まあこの辺を板がもうないから、あ今度こそ、よいしょ、いいね、オッケー。ああやってな、絶対行くって思ってる時は当てやすいよな。角度とかにもよるけど、まあ、今も怪しいラインではあったけどな。本当に俺も今の当たるのっていう半信半疑みたいなところあったけど。あとでスローで見てみようかな、どうなってんのかなこの鎖の挙動というか。なんかいまいちこのキャラ信用してないんだよね俺。この鎖の判定というか、なんか合わせたところに飛んでいってくんないし、ぴったり。あやってんじゃん暗号機そこ。残り4個なのに、あ8も出てないからとりあえず1個つけちゃおうって感じかな。でもこれでオッケー、まあ一応全滅かこれで。はい、どうもありがとうございました。今回初めてシカちゃんの動画撮ったんだけど、なんで俺がシカちゃんの動画今まで使ってなかったかっていうのは、まあ、こういうところにあって、ランクマッチとかでね、なんか別にその鎖が当たったらいいんだけど、なんかそのね、本当だったら普通だったらまっすぐちゃんと飛んでくんだけど、まあ、今も右にめっちゃ逸れたけど、これは多分終わったねタイミングが悪かったんだと思うんだけど、普通に投げる分にはちゃんとまっすぐ飛んでくんだよね。たまにでもなんか変な挙動して、投げる前は縦軸が完璧に合ってたのに外れるみたいな、そういうのもあるし、あとみんなね結構シカちゃん使ってて、え今の外れたのって思うシーンあると思うんだけど、実はあのみんなは縦軸ちゃんと合わせてるのに、あのシカの投げる鎖がなんか勝手に挙動がね縦軸がずれてるみたいなことも多分ね録画とかして見返さないとわからないレベルだと思うんだけど、みんなが感じたことある違和感っていうのはこういうことなんじゃないかなっていう風に思って、だからねそのすごいいろんな意味で難しいキャラクター、気分屋なのかな、困るけどな気分屋だったら。って思ってちょっと俺はあんまり使ってないです。まあ、フックのその能力だけ見たらめちゃくちゃ強いんだけど、不安定すぎるというか、なんて言えばいいんだろうねこれ。まあやっぱりね、鹿だけにプレイヤーの言うことも無視か。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあな。